地割役は、江戸の町の地割を担当する役人。町地の受け渡しに町奉行所の役人や町年寄りと、共に立ち会った。町方を支配する町奉行のもとに町年寄り三夜があり、地割役はその下に付随した。当初、町方の地割、地渡しに伴う土地の測量業務は、町奉行の依頼によって、大工頭玉の木原匠という者が担当していた。木原は、 検知道具と役人を出張させて業務に当たったが、依頼件数が増加したため、これらの役人たちを町方で引き受けることにした。木原匠の親類であった木原勘右衛門が、以後、町方自割立根役人として務めることになり、日本橋南通り一丁目と本国町三丁目の、開所地に、廃業屋敷が与えられた。しかし、三代目洋衛門が不行席により、 法営7年2月に解任された。そのため、同年に、日本橋の名主であった樽屋三江門が、木原氏に代わって、地割役を務めることになる。三江門の先祖は、町年寄り樽屋の先祖であった、孫、三四郎の次男、宗兵衛である。三江門は通り一丁目神道にあった、木原の居宅を配慮し、勘江門の時代から仕えていた手代たちを召し抱えて、業務に当たった。 このじわり役は、樽屋の分家として当主は、代々三江門を名乗り、名主役の樽屋と分離していた。慶応4年4月、維新政府は、町年寄り3人の職務多房を理由に、じわり役三江門を町年寄り並みとした。じわり役が町年寄りに準ずる業務と考えられており、長治のじわり役の業務が町年寄り役の補完的役割を果たしていたからで、あった。 明治2年正月、孫三江門は町年寄りたちと共に免職となり、その後のことは明らかとなっていない。地割役は町年寄りと同様に廃業された屋敷地を経営し、その時代収入によって職務を遂行する経費としていた。地割役の樽屋は日本橋の廃業屋敷の他に、須田町二丁目大地に192.5坪を廃業し、 その時代収入は、明治2年に書き上げられた書類によれば、年200両であった。安永専用類集によると、地割役は、地面の区画調査や、屋敷の受け取り受け渡しの業務を一般的に担当するだけではなく、出荷場の後見分が大変な仕事であった。火災後の跡地に、手代と伊豆市を派遣して、区画の整理、確定を行うのであるが、火災が多い場合には、 見分のため何年にもわたって担当者を出張させ、続けなくてはならず、その給金にや、筆墨紙などの諸費用は、巨額になると報告している。江戸の町役人、吉原健一郎著、吉川博文館。長方録、じわり役樽屋さん、エモの優勝書,書より。ABCDFGH e、江戸の町役人、吉原健一郎著、吉川博文館。じわり役の樽屋。 江戸の町役人、吉原健一郎著、吉川博文館、ありがとうございます。